それではフォーム入力のバリデーションについて説明したいと思います。まず前提としましては、オリジナルコントローラーのアクションフォームのメソッドの中に、ビューのフォームファイルを読み込んだ処理を書いています。で、ビューのですね、フォーム、今このようにフォームが書かれています。これは前回の動画と同じ状態になっています。そしてブラウザ上ではこのような状態になっています。まあ、どういう検証するかというと、ここに入力された文字が、姓名、名前の場合は、ここの名前は必ず入力しなければダメというふうに検証します。年齢は数値でなければいけないっていうのと、年齢制限を加えたいと思います。18から35の数値でないとダメというふうにします。電話番号については必須とします。メールアドレスについては、正当なメールアドレスの形になっていることを求めたいと思います。また、メールアドレスも必須入力にしたいと思います。もし間違えてですね、メールアドレスにこのようなメールアドレスでないものを入力して送信をしたときに、ここに注意を促す。注意を促して、きちんと入力しなければ先に進めないような、そういう流れにしたいと思います。バリデーションの記述する箇所は、コントローラーにしたいと思います。まずバリデーションを使うには、バリデーションクラスを呼び出すので、変数をバルとしておいて、バリデーションクラスのフォージでインスタンス化します。そしてですね、アドフィールドというメソッドで、第1引数にはフィールドの名前、第2引数にはフィールドの日本語名、第3引数にはルールの内容を書きます。例えば、名字を書くネーム1にはですね、日本語名は姓ですね。で、必須のルールの場合は、require というふうに入力します。こういうふうに他の名前とか電話番号、メールアドレスも入力していきます。これが名前。で、ルール、姓名は必須であること。そして年齢なんですけれども、18から35の数値ということで、このルールにですね、Google で FuelPHP バリデーション、検索しまして、FuelPHP のバリデーションルールのところを見ますと、ルール表が書いてあります。その中にですね、ヌメリックビトウィーンっていうのがありますね。これを使います。年齢にはヌメリックビトウィーンで、ここに引数を設定することができまして、今回18歳から35歳というルールにします。電話番号も必須入力としまして、E メールは必須入力プラス正当なメールアドレスであることというルールをつけます。で、複数のルールを設定することができて、その場合はこの縦マークを入力して、このバリッド E メールですね、有効な E メールアドレスかどうかというのをチェックするルールです。バリッド E メールをここに入力します。で、一通りルールの設定ができまして、あとはこのバリデーションの実行の処理なんですけども、で、バリデーションの実行は run です。バリデーションの実行をして、成功した場合は true が返ってくるようなので、if 文を設定してですね、検証を実行して true が返ってきた場合、これ成功した場合の処理ですね。処理を書きますと、ここでは成功というふうにして処理を抜けておきます。で、逆にですね、else そうでない場合、これはどういうところかというと、失敗した場合の処理ですね。失敗した場合には、どういうエラーが出たのかというのを画面上に表示させたいと思いますので、その設定を行いたいと思います。検証を実行して失敗した場合にですね、このバリデーションクラスからエラーというものが返ってきます。この中にエラーの内容が返ってきますので、これを一つずつですね、紐解いて画面に表示させたいと思います。
こんな感じですね。そしてエコー文で、このバリュー一つ一つのエラーですね。このエラーメッセージというメソッドを使うことで、エラーの内容が出るようです。で、これを表示させてみたいと思います。失敗した場合もここで一度処理を抜けておきましょう。あとですね、このバリデーションの処理っていうのは、最初はフォームが空欄の状態で画面が表示されますよね。その時にもこのバリデーションの処理っていうのを通ってしまうので、何かポスト送信がされた場合のみこの検証の処理を通るというふうにします。非文の中に検証の処理を入れまして、何かしらポストが入っている場合にのみ検証を走らせるというふうにします。はい、これで最初の段階では空欄のフォームが表示されるようになりました。まずはすべて空欄で送信をしてみたいと思います。はい、そうすると何かエラーのようなものが出ましたが、一列になってますので改行を加えてみたいと思います。改行を加えます。はい、でこれ見ればわかると思うんですけれども、英語になってますので日本語のエラー文が表示されるように、修正してみたいと思います。まず設定なんですけれども、アップフォルダーのコンフィグフォルダーのコンフィグファイルでランゲージで検索していただいて、このランゲージをですね、これ最初 EN ってなってるんですけど、それを JA に変えてください。でランゲージフォルバックは EN で結構です。でロケールっていうのは ja_jp.utf8 としてください。また下のエンコーディングも utf8 としておいてください。はい、これでどうなるでしょうか。はい、特に変更がないんですけれども、これはバリデーションエラーの文言がですね、ここのフォルダーに入っていないので、英語が使われるということになります。バリデーションのエラーの英語の方はですね、コアフォルダのラングフォルダの中に EN フォルダがあって、そこのバリデーションファイルにですね、英語でこのようにルールが設定されています。で日本語を入れたいんですけれども、このコアの中のファイルっていうのは基本いじらないので、アップフォルダのラングフォルダ、この中に JA フォルダを作成しまして、JA フォルダの中にバリデーションファイルを設定します。Google 検索で fuel.php バリデーション日本語としますと、正式ではないかもしれないんですけれども、このように、落ちてますのでコピペします。はい、これで実際どういうページが出るか確認してみましょう。まあ日本語化されましたね。で微妙にこのここに空白が空いてあるのは、文言設定のところに空白が空いてるからなので、好みに応じてこの空白を取るようにしましょう。それで再度表示させてみると空白がなくなっています。まあ、名前に何か文字を打った時にエラー文は消えます。年齢に例えばひらがなを打った時に何か英語のようなものが出ます。年齢に設定したルールはヌメリックビトウィーンでした。これが日本語のルールの中に入っていないんですね。英語の方には入っています。ですので日本語の方にこの英語をまずコピペしまして、で日本語に変えてあげましょう。はい、こんな感じで設定しました。そうしますと、このように日本語化されました。年齢に、まあ、1歳と入れますとエラーが表示されます。20歳だと大丈夫なはずです。エラーが出なくなりました。電話番号も入れてみます。
電話番号のエラーも出なくなりました。メールアドレスに A 文字だけを入れてみますと、メールアドレスはメールの形式で入力してくださいというふうに注意が出ます。きちんとした形式のメールアドレスにしますと成功というふうに出ます。例えばコンマを付け忘れた場合、きちんとメールの形式に入力してくださいというふうにエラーが出て先に進むことができないわけです。このようにですね、ウェブアプリケーションの基本としましては、こういうフォームといったユーザーが入力する値に対して非常に厳しくですね、チェックしていく必要があります。どういった値が入ってくるか分かりませんし、不正なソースを入力して不正行為を行う悪意のあるユーザーもいますので、外部から来たデータというのは常にこのようにチェックするようにしてください。以上、FLPHP におけるフォームのバリデーションの方法でした。